ついに1台で水拭きも、どうものりごとです。今回はロボット掃除機のシェアナンバーワンブランドアイロボットさんとのタイアップ、2in1になっていよいよ隙のなくなった新製品、水拭きも1台で可能になったルンバコンボ J7 プラスが新登場したので紹介したいと思います。以前にルンバ J7 プラスという機種の紹介動画も公開してるんですが、今回はルンバコンボ J7 プラス、コンボになった J7 プラスということで、以前紹介したルンバ J7 プラスの動画、概要欄リンクに貼っておきますので、こちらも合わせて見ていただければと思いますが、まずは一番の特徴から。一番の特徴はコンボという名からも分かる通り、1台2役水拭きも可能になった点。これは多分ルンバ使用者皆が心待ちにしてた機能だと思うんですが、水拭きもできると床の清掃のレベルが一段上がって、やっぱり床の綺麗さ、仕上がりが変わってくるので嬉しい点だと思います。ブラーバ、水拭きロボットブラーバもありますけれども、1台でやっぱり水拭きも可能というのはお手軽で嬉しいですね。これルンバ J7 プラスに水拭きが付加された機種だと捉えていただければ間違いないかと思うんですが、水拭きもできるルンバの新発明ということで、今まで3段階のクリーニングシステムだったものに新たに水拭きを付加して4段階のクリーニングシステムに進化しています。世界初という独自のパッドリフティングシステムという機能を搭載していて、これどんな機能かというと、ラグ絨毯を認識するとルンバのパッド、モップパッドを自動的に天面部分に持ち上げてくれて、水で濡らさず、絨毯を濡らさずに清掃してくれるという機能。この機能何度もテスト的にも確認しましたけれども、ルンバ初回起動時にマップを制作するんですが、その際にラグ絨毯も認識していて、その点も付加されていてなのか、すごくスムーズに絨毯の前でパッドを天面に持ち上げてくれて、絨毯の清掃に入っていくという動作が、ちょっとぼーっとしてると気づかないぐらいのスムーズさで、なかなか心地よい感じで清掃してくれています。そしてよく確認してると、絨毯ラグの際まで、本当に際のところまで水拭きもかけてくれていて、絨毯の隙間、絨毯の間の隙間というのかの汚れも見逃さないぞという感じがすごいんですが、ちなみにちょっと意地悪をしてラグ絨毯を認識しているマップの場所から変えて、その後清掃してみましたけれども、こちらも当然といえば当然なんですが、問題なくパッと上げてくれて絨毯清掃しておりました。あとはこのルンバ、メンテナンス時に地味に嬉しかったのが、天面にモップパッドがあるので、本体裏返してわざわざモップの交換なんかしなくても、そのまま天面パカッと開けてモップ交換ができる点、地味なんですが嬉しかった点ですかね。で、1台で水拭きも可能になっているので、当然アプリも部屋ごとスケジュールごとなどに水拭きをするのかしないのか、水分量を多くするのか少なくするのかなんかの変更も、設定でできるようになっています。一度水拭き込みでロボット掃除機に掃除してもらってしまうと、床が綺麗になっている感じが全然違うので、もう癖になってしまうと思います。やめられない、なくてはならない機能の一つになると思います。で、その他の機能はルンバ J7 プラスと同様という感じで、ルンバ J7 プラス、i7 プラスの動画も合わせて見ていただけると分かりやすいかと思うんですが、ルンバ J7 プラスから新しく追加された前面のカメラを使った障害物の認識機能、これはこの機種独自の機能ということではないですけれども、日々障害物の認識機能進化していて、以前にルンバ J7 プラス試させていただいた際、2022年の3月時点ではスリッパだったり靴下、ケーブルコード類、そしてペットの排泄物を障害物として認識していたんですが、22年11月現在、今はファブリック、衣類、リュック、ペットの食器、猫用トイレ、ペットのおもちゃ、そしてクリスマスツリーなどが追加されていて、我が家もつい先日クリスマスツリー出しましたけれども、これらを認識、実際に回避してくれて、アイロボット OS がアップデートして日々進化して使いやすくなっているのを実感できました。世界中のユーザーがルンバ清掃時に前面カメラで捉えた障害物をレポートして送信して、そのレポートを元にして買った後もどん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 ルンバが賢くなっていって使いやすくなっていくというのもルンバの大きな利点だと思います。実際にこの7ヶ月8ヶ月でこれだけ障害物として認識できるものが増えているということでも実感できると思います。ルンバ J7 プラス同様にレザーのプルタブがついたすっきりとしたデザインのクリーンベースは約1年分のゴミを収集可能だと。本体カメラやセンサーを使ってのマップ機能、アプリでスケジュールや部屋ごとの清掃、
そして部分清掃、侵入禁止エリアの設定、外出先からの操作、そしてスマートスピーカーを使っての操作などなど、便利機能はもちろんそのままで水拭きが追加されていると。カーペットを濡らすというツーインワンロボット掃除機のよくある心配がいらない真のツーインワン。モップパッドの付け外しが簡単な隙のない新型。徹底的な清掃を求める方にはルンバプラスブラバの2台体制での清掃がいいかと思うんですけれども、効率的にもっと合理的に1台で清掃したいという方にはこのルンバコンボ J7 プラスおすすめです。ということで今回はアイロボットから新しく出た新型、水拭きも1台で可能になったルンバコンボ J7 プラスを紹介させていただきました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。